皆さんこんにちは。日本人兵庫県民の淡井圭介です。本日2023年8月の6日、本日ですね、インターネット記事で神戸アリーナというものが、神戸ポートエリアに2025年4月開業と、三宮とつながる約1万人収容の次世代アリーナということで、メインが、バスケットボールの試合がメインになるような形で作られようとしてるんですけども、でこの辺りでね、ちょっと僕もあの現場見に行ったことないんでよくわからないんですが、劇場型水族館、あとはなども作られていて、あとポートミュージアムっていうのも、作られてるみたいです。でこのね、人口が少子化に向かってる今の現代でね、先進諸国どこも少子化です。アメリカでさえ 1.8、日本は、1.8 を下回ってたと思いますね、もう最近では。で、韓国は 0.8 ぐらいですかね。で、中国も 1.4 ぐらい。で、すごい勢いで少子化が進んでいるのに、ちょっとあの円安とかでね、その利益が出たからといって、行って良いことと悪いこと、あの国会議員とか知事、市長、各地方議員の人たち、しっかりと身につけてください。エネルギーの残存量問題の方が上です。で、これ、なぜ私が、その、バスケットボールのね、1万人収容のその会場を作るのをやめなさいって言ってるかっていうと、神戸市中央区に、大倉山っていう駅があるんですね。JR の神戸駅から歩いて行けるところなんですけども、5分で歩いて行けるところであって、神戸市営地下鉄の大倉山駅。そちらからもう降りて、もう 目の前に、神戸中央体育館というところがあるんですが、そこはね、もともと世界大会の卓球とかも行ったこともあるぐらい、大きな体育館なんです。もともとそこでバスケットボールの試合を行ってるんですよ。で、そこでその施設が12分に使用できるのに、これ以上作らない。とにかく余計なことでエネルギーを消費しないっていうことをまず覚えてください。それと、三宮にもともと人が集まりすぎたら危ないから、中央区なんですけども、ほとんど兵庫区です。兵庫区の、ちょっと先に進んだところの中央区なんです。で、それ、三宮と、三宮がその神戸市の一番発展してる、中心部なんですけども、そこから少し離れたところに、駅3つか4つぐらい離れたところに、作ってるんです。で、その中央体育館の目の前に神戸文化ホールというところがあって、そこは、1000人ぐらい収容できるようなところで、多分基本的に演劇とかの関係が行われているところなんですけども、プロジェクター広げれば、映画館としても使用できるでしょうし、あとは、ライブ会場としても使用できるかとは思います。もともとある施設をしっかりと使えば、使用すればいいということですので、その辺のところを大きく勘違いされてる方たちがたくさんいらっしゃいます。その、議員さんの仕事はとにかく無駄な開発、公共工事を止めること。公共工事といっても、民間から流れてきてるお金でそれ作ろうとしてるんだったら、もうそれは許可出しませんと。エネルギーの残存量問題の方が、はるかに優先順位上ですと。あなたたち社会のこと勉強してから役になりなさいって言えるぐらいに、各地方議員の人たち、知事、市長含めてなってください。できないようではお話にならないです。もうそろそろ神戸市でこんなにずっと何年も身勝手なことされてたんだったら、ちょっともう神戸市議会の人たち覚悟してもらいます、本当に。僕の件がある程度、肩ついたら、
訴える可能性かなりもう高くなってきてます。神戸市議会にいたし、県議会にいたし、もう全然機能しないっていうことで、エネルギーの残存量問題なんか、もう僕は国会議員の方たちに SD カードを送っていて、安倍政権の時に菅さんが各地方議員を1000人ほど集めたところで言ってくれたはずですよ、いろんなこと、僕の県に関することね。そこで覚えてもらわないと。ガスなんかはもう、残り世界的に技術的採掘可能埋蔵量50年分ないんです。まだ掘っていけば出てくるだろうっていう考え方の人たち、甘い。消費がずっと増加してるんです。発展途上国は先進諸国化をどんどん進めてますから。ガソリンもずっと消費量増えてるんです。それ頭の中入ってないんでしょ。で、その程度の人たちが議員になってるかお話にならないんです。ウランコ、50年持つかどうかわからないんですよ。追いつかれますよ。掘削してる量は。だから自然再生可能な技術を次々と進めていかなきゃならないし、まだあの変なニュースが流れている。九州の方では原発5基分の自然再生可能エネルギーを遮断していたっていうニュースね。その安定がどうこうっていう話があるんだったら、僕はもう解決策ホームページに書いてます。それいい加減見てください。自分で見て。で、見てくださいってもう、その、もう僕もこれ敬語でもの言う嫌になってきてるんですよ。もう僕より年下の人たちの議員さん多いですから。見なさい。いつになったら勉強するの。あの、揚力発電とか、もう神戸で僕の方からの提案で、神戸市北区山田町坂本に作ってもらったんです。蓄電池。普通に蓄電池と書いて蓄電池なんですけども、もともと電気の中に水が溜めれるコンクリートのプールの上に、絶縁体のプラスチックで蓋すりゃ電気が溜めれる。もともと自分の車の、まあ、車乗ったことない人だったら、議員さんお互い、誰か車持ってる人いるでしょ。ボンネットパカって開けてもらってもらったら見てもらったらわかります。ね。バッテリー見たらわかるでしょ？プラスチックの容器の中に電気入れてるんですよ。水の中に蓄電ができるんです。何でもかんでも、ね。金属使って、電気を溜め込んでいたら、持つわけないんです。金属の残存量問題が。長い間文明が維持できるかって言ったらできない。で、早く自然再生可能エネルギーを普及しなきゃなんないし、九州で原発5基分も余ってるんだったら、揚力発電とかに回しなさいと。早く蓄電池作りなさいと。農業用とかも含めて、ね、池だけでどれぐらいあるかって言ったら、日本全国で5万超えてるんです。そういう風なところに蓄電すりゃいいんです。アイディア使ったらいいだけ。自分たち、僕はこうしなさい、ああしなさいって言われてるんだから、あとはそれ磨けてさっと動くこと。しなきゃならないことは、ホームページ、淡井圭介の履歴の58番に記載してるんです。早く対応してください。バスケットボール、そんなところで試合し始めてたら、もうそれ許可した議員とかも、ね、社団法人、一般社団法人うんぬんかな、どの法律名だったかな。いちいち法律名出さなきゃみんな、危機感持てません？議員の人たち、知事、市長含めて。もう元々ね、笹山市長っていう人も、あんまり良い人じゃなかったんですよ。もともと株式会社神戸ライン、神戸市立ホテルフルーツラーパークの、経営陣だった人。もともとはその人は、神戸の街づくり課にいた人で、で、天下りで株式会社神戸ライン、まあ300億円以内で作ったところの、まあ役員。まあもともとは、神戸市西区の方に、ワイン場というものがあって、そこからの派生で出来上がったのが神戸市北区の、神戸市立ホテルフルーツラーパークなんですけども、まあ、その人が、神戸市長の頃かな、阪神淡路大震災があって、早く、全壊した建物とかを解体してあげなきゃならないのに、神戸ウイングスタジアムとか作ってた人ですから。もう全然、もう根性が悪い、本当に。そこまでして票を集めて金稼ぎしたいかと。基本給知ってますから、神戸市長の基本給とかね、国会議員の人たちと匹敵するぐらいあるじゃないですか。もう大臣並み近くにね。もうその時点で、理性の、その行動を見たときにね、理性の高が完全に、外れてる。で、ね、ホームページ、淡井圭介の履歴の317番のところに、いろんな法律名とか記載してるんですけども、まあ、最初の方のね、まあ、30条ぐらいのところの、その、議員とかもね、
許可出したりそれに関わっていたら、まあ、対象になりますよっていうような内容、何本だったかな、遮断なんとかっていう法律だったんですけどね、まあそこまでされなきゃ分かりませんかっていうことで、僕ももう見せしめ必要だなっていうことを感じてるんですよ。それしなかったら、もともとサッカー界なんかね、ホームページ淡井圭介の履歴の今度48番見てください。いちいち提唱してメモしてください。何番見りゃいいか分かるようになりますから、これ言われなきゃできないでしょ結局見たいと思う。で、サッカー界なんかはもともとみんなの税金でスタジアムを作っていて、採算性能が合わないんです。巨大な横領事件をずっとしっぱなしなんですよ。で、エネルギーの残存量問題に関しても、対応の仕方が甘いと。いちいち余計な大会開いて。で、親善試合もいらない。本当に。世界中飛び回る人を減らさなきゃならないんだから。それも全部すべてのスポーツが同じ。親善試合いらない。で、あと、減らさなきゃならないスポーツ関係とかのことに関しても、58番のところに記載してます。オリンピックを軸にね、もともと採算性合わないものばっかりだから。で、一般社団法人および一般財団法人に関する法律ですね。まあ、ホームページ117番にね、第117条とか118条、167条とかいろいろ記載してますけども、役員の第三者に対する損害賠償責任とかね、これ国民から言わせたら、あなたたち税金使って金儲けしてたんでしょ？自分たちのポケットマネーで国庫にお金返納しなさい。これ言えるはずですよ。言える社会にしなかったら無理。止めれる人間はいなくなるから。で、岸田さんも本音では、万博なんかない方がいいっていう考え方の人。で、岸田さんとかもごく一部の国会議員の人たちは、まあ、電気自動車化の話ももちろんありますけども、本当は電車、バス、徒歩の考え方の人たちなんです。で、その辺のところを受け取り方を間違えてもらったら困ります、本当に。もう片っ端から、国に返納させますから、議員さんの給料で、ね。で、三親等以内、民事ですからね、三親等以内の請求かけますよ。あなたたちの親族ボロボロになりますよ、本当に。で、これを脅してるんじゃなくて、大真面目に受け取ってもらわなかったら、もうガサリもね、その採掘した量を計算し直してもらって、国連当時安倍政権の頃にね、で、数年遅れでデータ上がってくるから、2019年は技術的採掘可能埋蔵量69年分だったんが、2020年のデータで 53.5 年分に一気にガタ減りしたんですよ。で、まだちゃんと計算できてないところ多分あると思います。で、基本的に天然ガスの7割以上は石油がもともと揮発したものであって、石油を採掘するときに一緒にガスも採掘してるんです。メタンガスなんかで、地球から湧いてくるメタンガスなんかで、人類のエネルギーが維持できません。自然再生可能エネルギーで、太陽光パネル発電とか、太陽熱発電、知らない人は僕のホームページ見て、勉強してください。あとは、私の考えている河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電、これはまあ、琵琶湖からです。で、まあ、バイオマス発電だとか、風力発電だとか、こういうふうな自然再生可能エネルギーで多くの電力を賄って、早々に2025年世界中でほとんどの国が電気自動車化に舵切って、で、なおかつ65歳以上の老人には免許証強制返納で強制売却。これで市場にガソリン車が溢れかえる。で、その間に私のホームページで別の場所、3.15 とかを見てもらったらわかると思うんですけども、名称は、まあ、小籔はエロ業界の人間だからいらないみたいなことを、見出しに書いてる、まあ、掲載している、まあ、動画アップロードされてるんですけど、そこでね、この近辺で、もともと中古車販売センターだったところとかが、もう管理者不在でほったらかしになってると。まあそういうところが結構見受けられる。で、自転車置き場とかでも、もう置きっぱなしになって自転車とかオートバイとかもある。で、今は円安であると。で、今何を言いたいかって言ったら、で、2025年に電気自動車が一本化されて、で、各、自動車メーカーは、まあ、中古車市場が溢れかえるから、それを販売するような形に切り替えてもらいます。で、
政府も、通じてエネルギーの残存量問題を世間に大っぴらに言って、で、できるだけ電車、バス、徒歩にしましょう、通勤ぐらいの人にしましょうっていう世界に、チェンジしていかなければならない。で、まあ、そのもともとトヨタとかの工場とか、ホンダさんとか、川崎さんとかで働いてた、まあ、オートバイのメーカーとか、車のメーカーの人たちは、そういった、オートバイとかを、放置されているオートバイとか、いろんな集合住宅の自転車置き場とか見てもらったら分かります。オートバイも自転車もほったらかしになってる。で、そういったものを全部回収する。で、海外から金属を買わなくても済む鉄鉱石とかもね。でもそういうような形で、分解をしていただきたいんです。余った人たちにね。金属の仕分けができる人たち、これは鉄であると、これは銅であると、これは、例えばステンレスであると、あと、まあ、家もたくさん作りすぎですから、今も空き家は1000万件超えています。もともと、2013年ぐらいの頃が600万件ぐらいだったのが、家作りすぎです。で、少子化だから、買い手もいないのに作っ、ずっと家を作りっぱなしになっていたっていうのが日本の現状であって、で、解体しなきゃならない建物がいっぱいあるから早くそれを解体しましょうの方向です。それで中から金属とか出てきます。もうどちらにしても後にするか先にするかの違いですからね。だからその辺のところで仕事の振り分けをしっかりとしていただいて、で、まあ、生産業の人たち、その自動車とかバイクの関係の人たちはそういう分解の方に仕事を回ってもらう。で、その金属を使って河川水門開閉式ダム発電の、扉や、タービン、コイル、こういったものを作っていただくと。まあ、これは、あと、蒲田発電ね。蒲田発電、しっかりと覚えてください。ホームページ、55番あたりに記載してるんで、それ僕は何を述べているのかっていうところね、バイオマス発電のことじゃないですよ。学校で作らなきゃ意味ないです。高校、大学の運動部のあるところでね。それを作って、自分たちで発電して、売電して、まあ、しっかりと時間給与えてあげて、で、それで、エネルギーの重要性っていうものを理解していただく。そうすることによって自分が車を買いたくなる欲望っていうタガを抑えてもらう。で、あとは、まあ、正直3000万円以上の家を購入するのは現実的ではありません。給与の算定表とか、ああいうふうなものは昔からもともとあって、で、そんなに高い家なんかみんな購入できないんです。で、所得税の控除で家のローンを返済していくものであって、若いうちに結婚して、最初の頃は、まあ、子供を産むのを5年間ぐらい先延ばししておいて、最初の金利5年間負けてもらいますから、その間に2人とも共働きで、まあ、ボーナスとか出るところは、しっかりとその分を、ローンの返済に当てていくと、社会保険に入りながら。まあ、そういうような形、で、しっかり行わなかったら、ローンの返済ができません、もともと。まあ、そういうものであると。で、子供を産み始めたら、もうその女性は子育てプラス、その辺でパート、アルバイトで、まあ、ちょっと働くぐらい、これぐらいにしてもなかった仕事の接待数の割合が合わないんです。で、仕事場を余計に作れば作るほど、どうせ飲食業界で例えると、倒産するんです。で、して当たり前なんです。で、IT 関係でも仕事したふりの、余計なアプリを作っていたところ、いっぱいあった。消費者につけを回していてね。で、そういうふうな内容を僕はホームページにアップロードしてるんですから、ホームページからアクセスできるんですから、YouTube にアップロードしてるところへね、アクセスできるようにしてますから。だからそういうのを見て、議員さんが勉強しないと。何を断ったらいいのか、何をさしてダメなのか。それを国が押さえつけなかったら、各企業がお金持たせた時に今円安ですから。まあ、それももともと根拠ありますよ。僕がね、建てすぎた家の撮影とか、解体しなきゃならない建物がほったらかしになってる映像とかを撮影してるでしょ。それ見てもらって、これ自分の、その日本という本当の国力を導き出してもらって、それで一時期昨年1ドル、150円まで円安になってるんです。日本の正体がバレたっていうことね。他の国も同じような状況ですよ。先進諸国どこもね。だからそれで相対的なところで、まあもう少し円高の方にはぶれるはずなんですけども、まあ150円はいくらなんでも行き過ぎであると。今143円ぐらいなんですけども、それ150円近くまでになった時に、ワールドビジネスサテライトにテレビに向かって言う方法で言いました。その大企業とか、国とか、まあ、GPIF も、まあ国の機関ですよ。で、
その株を動かしているところとか、為替相場、まあ、外貨準備だかとかあるじゃないですか、外貨準備ね、そういうのを考えたときに、日本はものづくりを作れる力があると、で1ドル150円はいくらなんでも安すぎますよっていうことを言ったときに、まあ、その後どれぐらい、動くかわからないですよ。これはもう判断できる人間なんかこの世にいないと思います。どの国がどう判断するのかと、どこの企業がどういうふうに判断するのか、大企業、これが世界中のね、そんなことを、そこの国がどれぐらい他国の通貨を持ってるかとか、他国の事業をどれぐらい進めているかとか、他国とどれぐらい関わりがあるかなんか、こんなものすごい数、一時、管理できる人間なんかいません。で、まあ、ある程度の常識的なことは僕の方で言います。それによって、その極端な為替相場の円安を、まあ、防いでる部分もあります。それは、まあ、社会一般的な常識な世界から外れるのと、あとは、まあ、安定感ですね。まあ、そういったことを全て含めです。とにかくエネルギーの残存量問題と少子化からの脱却。これは先進諸国、全てが頑張らなきゃならない。で、発展途上国はエネルギーの残存量問題をご理解してくださいと。で、あんまりもう過度の発展は求めないでください。特に軍需産業なんか言いません。まあ、こういう話になってきます。戦闘機飛ばすだけでエネルギー、ガソリンものすごく消費されますから。多分もう今年でエネルギーの、まあ、ガソリンに関しては、採掘可能埋蔵量が50年分下回るかどうかのところですね。もうこれぐらいのペースで追いつかれ始めています。だからもうこの計算式で合ってるんです。自然再生可能エネルギーを全て普及できてから、追いつかれるか追いつかれないか、ごちゃごちゃ言いたい人は言ってください。どうせ僕に言い任されますから。もうそんなに自分の方が言ってること正しいと思うんだったら僕とサッシーでここで話しましょう。撮影しながら。それを YouTube にアップロードしますから。それでその人の議員さんの実力どんなものかわかりますから。で、僕ははっきりとそこで言います。この人に投票する価値ありませんって。この人世の中のことよく分かってませんからって。もうこれぐらいの物事を進めるつもりです。で、これは、宮内庁の方とか、正直も天皇家の方たちとか、自民党の方たちとか、他国の政府の方たち、経団連の方たち、常識的な物事を分かっている人たち、僕のことをバックアップしてください。フォローする。まあ、裁判の手助けをするとか。そういうことです。我々も同じ意見です。それしなかったら本当にね、今大企業の役員さんとかは大抵高齢者の方です。50歳以上とかの。で、その方のね、お子さんとかお孫さんとか、日本なんか食料の奪い合いになって滅びますよ。1億人以上が死んで。もう、こう、近年に起きてもおかしくない状況ですよ。今のペースだったらね、自然再生可能エネルギーのペースの普及は遅い。で、原発5基分の自然再生可能エネルギーをシャットアウトしてしまったのが九州であって、それするぐらいだったら早く火力発電所を止めなさいっていうことで、やっと今から2年後、2024年か2025年ぐらいに一つの火力発電所が運転を、一時的に、停止ずっとさせておくと。そういうふうな状況です。やっとですよ。3基ぐらい停止させてもいいぐらい。その分、電気が足らなくなることを恐れるんだったら、早く自然再生可能エネルギー頑張りなさい。これぐらい火つけなんか。で、その、農業用の、ため池として使ってないところをね、早くコンクリート化をして、一旦水抜いてでも何でもいいですから。そこに、蓄電池として水溜め、電気を溜めれるようにしておく。自然再生可能エネルギーで余った電力を溜めておきゃいいんですから。全然頭回ってない。世の中どうしたらいいか全然分かってない。電力会社等を含めて。で、いちいち僕は、そういったことを注意して、やっと次の日のニュースで、で、そういったところを一部のマスコミの人たちが指摘してくれる。叩くみたいな言い方でもいいと思いますよ。その文章でね、注意するみたいな言い方で、表現として叩くっていう言い方でね、火力発電所を止めたらいいだけでしょってね、安定感がどうのこうの。だから蓄電池に電気貯めていたら、その足らなかったその電気回しゃいいでしょって、淡井圭介なんか言わさのって。いつになったら知事市長とか電気関連の人たちとか経団連の人たちが、まあ経済同好会も含めて思えれるんですかって。こんなに簡単なこと、もう何年も前から言ってる。それでももう神戸でバスケットボールの1万人収容のスタジアム作るって、中央体育館があるって言ってる。
大体8000人入るのがポートピアに、まあ、神戸市の中央区にポートピアっていうところがあるんですよ。海の埋め立て地のところに、ね、そこにワールド記念ホールっていうところがあって、そこなんか8000人入るんですか。あるのにまだ作るって言ってるんですよ。もうそいつらのもうそれに参加した役員から議員から全員ちょっとでも国民の税金混ざり込んでいたら、はっきり言いますよ、スポンサーになってる企業とかも税金入ってますからね。自動車メーカーとか電気自動車とかに政府が補助金つけてるでしょ。今更言い逃れできませんから。そこからのお金とか流れてたらそれダメっていうことになりますから、税金使ってるよっていうことに。もう徹底的に三振と以内まで口座も差し押さえて、まあ、一応、経済状況とか見させていただいて、で、持たせておける月々のお金もこちらで決めさせていただきますから、生活保護並みさせていただきます。もうほとんど、お金なんか使えないんですよ。以上です。皆さん確保しておいてください。この内容を早急に国会議員の人たちや内閣や各、神戸市長や、神戸市議会、兵庫県議会の人たちに伝えてください。私はそこまで話持っていきますから。まだ自分の裁判の件とかは済んでないから物事が済んでないだけで、それ進めなかったらもう無理ですよ。広島なんか、調子乗って G7 が終わった後、またサッカースタジアムを作るんですよ。もともとあるのに。そこは本当に老朽化してるんだったら、他のところでも言ってますけども、千葉ロッテマリーンズのスタジアムが、例えば今老朽化してる話がインターネット記事で上がりましたけど、新しく建てるなんかなしですよ。他のスタジアム使ってください。千葉県内の。当たり前です。もう作ってるんですから。で、各、複数都道府県本拠地制度を用いて、巡業制、3月から南の方から徐々へ北上をしていく。そうしなかったら、まずお客さんが持たない。で、夏場は北海道とか東北とか北信越地方で試合を行う。ドームなんか使用しない。エアコンを使っちゃうから。で、また、9月半ばぐらいから南下して戻ってくると。こういうことです。そうすることによってエネルギーの消費量を抑えられる、選手の移動の負担も抑えられる、こういうことです。金銭的にも経済的にもこちらの方が上です。ある球場を使っていたらいいんです。以上です。皆さんご協力の方よろしくお願いします。もうこれだけ言って、まだ覚えてない議員いたらもう許しませんからね。本当に知事、市長も含めて。もう実力で物事見ますから、僕より実力なかったら僕より下として物事見てください。長い間昔から国会で淡井圭介は大臣クラスで良いということで歴代の総理の中で話通ってますから、それは、鳩山幸男さんや野田さんとか、岸田さんもそう、菅さんもそう、いろんな他の大臣の方たちも言ってくれてますから、もう同格として見てください。そうじゃなかったら話進みません。以上です。